欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館の塾長の飯塚です。欧州館のホームページからですね、2021年度、令和3年のですね、欧州館入試の入学願書の提出の際にですね、一つ注意事項ということで訂正があったようなのでお知らせしたいと思います。欧州館のホームページ上でも出てはいると思うんですけれども、入学願書もうね、配布が今されていると思うんですけれども、その中でですね、ここに日付を入れなければいけないということが、経営企画室欧州館の方から発表になっています。願書をね、できればもう一度取りに来てほしいというふうな学校さんからの要請があるようです。で、もうね、取りに行くのがちょっと大変という方はですね、配布されている願書、ちょっとこれぼやけちゃってるかもしれませんけれども、ここのところにですね、この願書を記入した日を書いてくださいというようなことになっています。これをしないとですね、お電話が学校から行くようなので、受験生の皆さんはですね、出願をする際にですね、必ず一定事項を書いてですね、ここのところに、日付を記入、願書を書いた日を記入して、1月の出願日に合わせて提出の方をしてくださいということですね。入学願書っていうのもね、ほとんどの方が初めて、書くことになると思うんですね。特に欧州館の場合は報告書を学校の先生にお願いしないといけないと思いますので、早め早めの準備をですね、ぜひしてみてください。でまだね、願書を取りに行っていないっていう人はですね、今配布されているものはこの日付が入っているね、訂正されているものになっているそうなので、それに沿って提出していただければなと思います。12月に入りまして、欧州館入試もあと2ヶ月という感じになっていると思うんですけれども、受験生の皆さんはですね、最後の最後までね、ベストを尽くして、欧州館絶対合格に向けて頑張っていきましょう。